よし、じゃあやっていきましょう。さあ、今回はまず長弓ですね、を取り行きたいんで、こちらの方に向かっていきますか。結構ね、弓が強くて、弓というか長射程系か遠距離武器が強いんで、弓とかも集めつつ、まあできれば区内とかそのあたりはしっかり取っていきたいなと思ってて、さあ物資取りながら、区内がないのよね。王子が言っていた青いアジサイ、アジサイ、いやー綺麗やね。上の方かな、いや下か。あの岩、隙間が。では入ろう。さてさて、何が待ってるかな。それはいけない。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。マジか、ここを探すわけか。これが内常の墓。墓か。まあ戻ってっていう感じかな。ここね。まあ絵も結構そうね、風情のある描き方するからいいよね、このゲーム。普通に落ちてしまった。さあ、どっかな、まだ敵と会ってないからね。弓の精度次第だね。よし。眩しいね。お、なんか。これ以上、呪いの弓を探すな。死ぬことになるな。誰だ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。何やら出てきたが、まあ無視して取り行きますか。まず風でいっかな。さあ影、よし、そうね、鹿がね意外と皮が取れないんで素材にならないんだよね。さあ早速、1,2,3,4,5、 普通に失敗したな。あぶねい。おお。はい、決まり。これで終わり？なんだ、あっけないねー。サクッとな。あら、意外と、意外とうまいこと言ったね。助けてください。おい。勢い余って切ってしまうんだよな。小町の噂は本当だった。あなたが村をお救いくださったんですね。逃げられそうか。体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。あざの方には危うくていけません。始末しておこう。さあ始末の話が来たと。まあそれはほっといといて。ありがとうございます。このご恩決して忘れません。いや、ご恩だったらの物資もらえるとね。物資もらえると助かるんだけどね。
さて、とりあえず、島ね。今この絵はまだ先か。まだあっちっぽいもんな。あー、あったあったあった、あそこか。よしよしよし、見えた見えた。あれ、はまって動けない。ちょいっと影さん、あそこだね、あの青いところだね。ちょっとやってみたいことがあるのよ。あ、これはちょっと高すぎるな。ちょっとね、馬の動きでやってみたいことがあって、やられそうな気はするが。マジで。はい、あとは、OK だね。よし、サクッとね。まだ先。かけろ、かけ。いやー、意外とね、物資足りなくなるの早いよね。作りたい装備とかあるとなおさら。さあ、刺した矢を、あ、できるかな、ここ。その気になってるのが、死に判定がどこで発生するかっていうのがずっと気になってて、飛び降りた時ね。で、飛び降りた時にギリギリジャンプしたら意外と生き残れんじゃねという期待を今してるんで、馬はどうにかなるかもしれないけど。ああ、マジでいい。さよなら。ああ、なるほど、馬は出ないか。よし、まあ結果ショートカットになったね。よし、あ、おお、やっぱこれは行かないか。あ、行かないね。ギリギリの高さで。やっぱ行けないか。うん、落ちないね。落ちないか。落ちるんだったらって思ったんだけど、さすがに無理っぽいね。よしよし。じゃあ行こう行こう。悪いことはできんね。いやー。そうか、何かの拍子でね、飛ばすことはできるんで、馬を。それがうまくいけば、高台からのショートカットがね、こういう風にね。さあ、アジサイが見えてきた。まあ、この辺りっていうのはね、あそこ花あるね。これ降りて。いやー、綺麗やわー、マジで。いやー、落馬っぽ、落馬はほんと高さっぽいよね。で、これ、ギリギリ。ギリギリでしょ。多分、高さっぽいのよねー、なんかねー。まあ、あとは泳ぐこともできないからね、馬に関して言うと。結構シビアだよね、そのあたりは。まあ多分僕みたいに乗り捨てればみたいなヨッシー的な扱いをする人を妨害するためだろうね。いやー、ヨッシー的な乗り捨てができればめちゃくちゃ移動楽だなーと思ってたんだけど、やはりそうはいかぬと。いう感じだね。あれー、まだ内側っぽいね。あらー、結果一周したけど、
違うね。いや普通に正面でよかったっぽいね。よし、おお次の絵。青い花が咲く山か。山、弓はここに違いない。さあ次の絵ということで戻る感じか。あっち行ってこっち行ってって感じだね。お？顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ？何を言いたい？言わないと思い。弓を追うでないぞ。結構あの天狗さんゆっくりだね。そうか、追うでないと言われると。あ、でもここちょっと通りたい。と、なんかね、追いかけたくなるよね。そんなね、追うな追うな言われたら。さ、影、行くぞ。横か。まあ北道戻る感じやからね。まあでも確かにあのゼルダのパラセールはかなり優秀だったからね。まあ、それと比べてしまうと対馬のやつはちょっとね。まあでもなんだろうね、景色がいいからこうちょっとそういう風景を楽しみながらっていう意味ではかなり没入感はあるけどね。だからこそ、だからこそ、そういう楽なやり方は見つけたいというか、ズルは見つけたいんだよね。さあ、2階の、未踏の地だね。おう。なんてことしてくれる？やっ。よし。風じゃなかった。危な。風の方だとあの槍避けれるんでね。いや反対か。あそこなんかあるかな。いやないか。さてゴールデンバート追っかけようの前にブシブシブシよし。川4つで、あれこっちではない。おお上か。結果上。ゲームアドサガねえ。いやどうしてもバグ探したくない。あやった、人じゃん。しかも鼻まである。でねちょっと前々から思ってたんだけど、このゲームさ温泉がさ、あ、ここは浅い温泉かな。やたら深いのよね。やたら温泉が深くて、前々から気になったんだけど。すごい不思議なんだよね。さあ、セクシータイムです。なかなか、見ないけどね。さて、思うことおじうえゆな。ゆなにしときましょう。野党に戦場で拾われるとは。おじ上は何と言うだろうか。ちなみにユナはしてない人のために話をすると、ユナは、最初やられるんですけど、それを助けてくれた恩人ですね。野党なんだけどね。はい、さやさんこんばんは。そう、なんかバグは多いみたいだね。ちなみになんだっけ、僕が知ってるのバグというよりか仕様で言うと、結構ねこのゲームスタミナゲージないんだけど、スタミナを失うんですよ、走ってたりするとは。ジャンプすると回復するらしいんで、あ、いけないかな、この高さは。
あ、うう、今のでダメージ食らうもんね。ほい、いけ、影、さすがに飛ばない。あー、飛ばないねー。あー、飛ばないね。しっかりしてんな。ウケまあこんな感じですね。ちょっとミスるともう顔面から行くんで。いやー、何気に今のがきついっていうね。いや、いい加減愛想疲れそうな気はするけどね。あ、まだ僕はあのバグらしいバグっていうのはまだ合ってないですね。ジャンプで引っかかるとかも特にはないですね。結構なんかでも調べたら出てきそうだね、そのあたりは。ん、あれは敵地か。あら、石川先生のあたり来たか。あれ、風が全く吹かん。まあこのあたりありよぐらいな感じか。しゃあない。じゃあアジサイ探しますか。アジサイ、アジサイ。あるかな。あの一番高いところから見たらわかるかな。そう、おお、いい景色やねー。違うね、方向的にはこっちっぽいかな。そうだね、さらにこっちって感じか。山の間にある感じだもんね、岩と岩の間。ぐひ、ついバツボタン押してしまう。ああでも、あった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 、たまたま降りたらあった。確かにあの、このゲーム、なんだっけ、一騎打ちで仕掛ける相手をちゃんと選べば、対象一発でやれるのよ。まだその手は使ってないんだけど、一騎打ちは確かに、それ大事。難易度上がれば上がるほど、なおさらちょっとそのテクニックは使いたいところやね。青い花。はい、こんばんは。さて、そろそろ、あの天狗さんがお怒りになるかな。おお、なかなか綺麗ではないか。お墓っぽいのもたくさんあるね。弓はあそこだ。さあ弓いただきますか。おお、結構かっこいい。赤と黒か。何もないね、後ろはね。よし、打ち常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。天狗との戦い。はあ、ほんと死に取りつかれてる感じだね。あー、一騎打ちか。一騎打ち強いのよね、相手が。何回でクリアできるかな。
ないのか。猛虎を倒すことが先決。うふぇー、これだよね。水だな。うへー、それが強い。猛虎を倒すことが先決。ぐっ、あー、あとちょいなんだよ。いやー、背中の傷だけはねつけられたくないんだけど。うわー、強いな、やっぱ。呪いが恐ろしくはないのか。猛虎を倒すことが先決。呪いは後で考えよう。さて、場所が狭いっす、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 狭いっす。あとちょい。さよなら。いやいや、深めだね、深めだね。よし、きたー。あー、水の方万能だ。やっぱ走って逃げるが勝つね。いやー、まあ呪いは制した感じだね。さあ、技量ゲット。ああ、絞る時間がってことだね。破裂や。どんくらい？ああ、結構確かに絞る時間は長いね。はあ、じゃあこの勢いでちょっと領地奪いに行きましょうか。あ、鎧を着た相手に対しても有効なのか。そりゃいいね。そう、あのね、僕もちょっと弓に関してはびっくりしてて、サブイベなんだよね。いけ、あ、いけない、影、それダメ。意外とね、え、それサブクエなんですかっていうのが多かったりするんで、なんだろうね、メインに出てきた人の手伝いをしようとしたら、サブだったりね。結構、そういうのあるね。あ、ちょっと待った、今。行くぞ。よし、OK かな。まあ、強いかどうかはよくわかんない。大体あの、クマもね、一撃で仕留めれるんで。投げ物ね。あー、鈴。さあね、鈴はちょっと用意しとこう。あ、ちょうど良さげな試し撃ちの相手がいそうな気がしたけど。あー、両方いるのか。で、面白いのが、意外とこう、弓を、弓っていうか、口笛吹くと、ああ、かぶってたか。うん。お？あ、タカが知らせる時があるんだ。それ今言っちゃう？いてー。当たんねえな。
さよなら。ああ、切らないで、そんな切らないで。いやー、もうこんな調子よね。はーい、頑張ります。はあ。で、すべてが偉くなるっていうね。いや、もうこんなよ。毎回こんなよ。ボコボコにされるだけボコボコにされて、もうカツアゲみたいなもんだよね。さあ、領地奪いに行きますか。で、はいはいはい、1、2、3、さすがにそれはバレるか。ボスっぽいのは隊長いないかな。下隊長っぽい。いや、そこの下誰かいたね。ちょっと待った、誰に見られた。ああ、いつか、そこだね。よし、ちょっと仕留めよう。気力も回復したい。おお、で、んで、オッケー。左は入り口だけか。そしたら、居場所がバレなければ。ちょっと待った、ブシブシ、あ、取ったね。よしよし、上りゲットの、あー、そういう感じね。これ、これさ、暗殺できんのかな？違うね。なんか違かったね。危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。頑張るね、バカタン。バカタン、それはするではない。まったく危ないな、もう。あとはちょっとぐるっと回ってよ、見る、はい、よし、バレてない。いて、犬か。あ、獣の皮。あ、痛い痛い痛い、地味に痛い、地味に痛い。いや、犬は分かんなかったな。あー、そうなんだよ。あの、道中ね、ほんと負けるとリベンジできないんで、切ないよね。あら。じゃあ、ちょっと物資だけもらっていきますか。大事に使わせてもらうね。じゃあ、こっちもだね。さらに開けて、さて、もうなんだろう、ただ物資漁ってるだけになってるけど、はい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 、
よし。そこだ。おい。チェンジ。さて、これで一旦落ち着いたかな。いやー、やっぱ区内で黙らせるのは本当強いね。このゲーム区内が本当強くてゴリ押しできるからね。あー、助けに行った時ね。おお、助けてやろうかって言って突っ込んだら大体返り討ち合うからね、このゲームね。そんなね、返り討ちに合わないっていうのがそうそうないのよね。さあ、上り、あ、鉄なんて上りゲット、あと1本だね。お、バグを入手可能。あそこ3人か。これでバレてないっていうのがね。アイテムなし。どうしよっかな。これでとりあえず OK。 もう上、よし。おい、いやー、すっきりした。さて、ワンちゃんいるじゃん。前からなんだけど、あのバイオにしても何にしても犬が一番怖いわ、相手してて。さあ回復。あ、痛い。よし、これで OK。 あら、意外と倒しきった感じかな。いや、まだ倒しきってないか。一掃しろとは書かれてるけど、よし、失礼します。特にはなしだね。さあ、上りは全部ゲット。あ、じゃあ敵は一掃した感じか。よしよし。はい、すまん。取れる物資は取っておき。お、いいとこあるね。矢をゲットか。思ったより物資は大量にあるっていう感じではないね。じゃあ、あれ燃やしてここを奪いますか。いや、でもなんかこの展開の時大体ボス出てくるのよね、隊長クラスがね。あ、あれ狼なのかな。めっちゃポメラニアンみたいなふさふさしてるけど。ああ、ポメラニアン説あるね。お、隊長出てきたね。盾持ちということは水の方だね。あれポメラニアンか。
問答無用で切り捨ててたわけだね、ポメラニアンをね。さあ参ろうか。アツチョフさん、やるのか。一気にシールドは剥げるからね、水の肩だと。よし、終わり。さっきの天狗が強すぎだね。あ、さあ、あと2つで月の肩。いや、ポメラニアンの方が強えわ。さあ、浮世草クリアですね。さあ、技量ゲット、いい感じ。いやでもさ、これこんな感じで大変そうにやってるけど、まだ序盤だからね。さあ、技量をもう一つゲットだね。金を二つもゲット。怨霊が地震や火事を起こしてんだから、あり得るよな。その侍が化け物だったら、俺たちも襲われるかも。味方につけておかないとな。めっちゃ近くで悪口言うやん。さあさあ、よろずやさん。お、弓装具。なかなか出てこないね。あー、かっこいいね。まあ、花大量にあるし。どうかそれで勝利を。あー、つる。だよね、この2つだけだよね。まあ、デザインだね。お、秋風。新。高。そう。ああ、そうかい。なんかね、赤色にそそられるのよね。でもな、模様がちょっとダサかったな。青でいきますか。ちょっと変えよう。ローニン、ルーニンか、ルーニンか、赤、黄色、悪くはないけど、まあいいかな。刀装具も増えたかな。あ、真っ白やっぱかっこいいね。ほう、傘、針金、鉢巻きか。助かった。まあまあ、ここら辺は、今のはもう見た目の問題だからね。よし、青色でいきますか。で、刀も。あ、これで。いいか。よし、あとはまた次行きたいよね。もう一つぐらい行けそうなんだけど、試練一戦か。あー、欲しいね、この伝承欲しいな。そしたらちょっとこの村見て、なんか買えそうなの買って試練一戦行きますか。何かご入り用でしょうか。大丈夫っす。というか、ここ、よろずやしかないのか。あ、じゃあいいや。こちら、飛びますかね。あー、確かにカズレーザーみたいな色合いだね。あの赤色だとね。それわからなくはないわ。あー、後半結構強化されるのね、やっぱね。でも確かに今使ってる装具というか、いろいろ使いこなせばそれだけで強いから、それは確かに言えることかもね。
さあ、アンちゃん。ご用があれば、まだできておりません。お役に立ちましょう。今少しお待ちを。立ちか、うん。今は私にできることはありません。鬼、暗殺はね。反対。こっちだね。さあ、影行くぞ。うん、ああ、そうだね。名前しびれるね。そうだよ、ね。なんかさ、中二病みたいな感じではないんだけどさ、この時代のその名前か、の付け方ってかっこいいよね。試練一戦にしても、イメージとして居合系かなとは思ってるんだけど、名前的にね。思ってるんだけど、やっぱ、かっこいいよね。あの人は関係ないか。そう、もうちょいか。ああ、そこか。伝承のおじさんのところがあるね。どなたか、お助けを。へい、おじさん。あっち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 。どうしたの？誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり、その後重則隠れすみていで会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵りに捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げるとそやつも始末をつけさせねば。さあ伝承ごときこそ雷のごとし。早きかな？いやー、なんか聞いてるだけであればかっこいいね。血が騒ぐ。ぜひとも。ぜひとも欲しい技やね。講師が言っていた橋。ん？これ？鳴き声がする。どこだ？お。お侍様、みんな。殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。ほう。見知った人か。狐の後、急いで逃げたのか。ってことは結構離れたか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に
槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。さあ、ただあれだけ人殺してるんだったらどれだけ強いかってところだよね。よし、足跡がここで消えてないか。さらに真っ直ぐ行った感じか。上かな。この先敵陣があるようだ。じゃあ暗殺タイムといきますか。どっちだろうね、いるとしたら。あれ、いないね。なんなら過ぎちゃったね。あ、これはやっぱ当たるか、ダメージ入るか。いや、戻るか。あ、意外と出てきたね。足跡をたどれなんだけど、あ、出てきた。こっち行って、さらに置くと。隠れろ。さ。おやすみ。さあ、一人始末。ここで倒れてるのに誰も気づいてくれないっていうね。なんともかわいそうな。内向きかな。あ、いや、おやすみ。あの刀の挙動がね。そうですよ、お侍さんですよ。僕の侍道に関してはね、正々堂々っていう言葉はないんで。散ってるね。1234。やるなら先にやつか。で、吹っ飛んだな。マジか、吹っ飛ぶか。あとは、はいはい、じゃあ行きますか。まんな。で、あと一人は、あ、いた。うへっ、危ない。危うくやられるところだったね。
はどこにも見つかりません。元凶はいないか。じゃあちょっと話聞きますかね。古賀康平というものを追っておる。さっきまで矢倉におりました。矢倉、まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。じゃあちょっと敵陣のガチ矢倉でも見ていきますか。矢倉、矢倉、古賀は何をしておった。待て、そこそこ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は孔子の語りと比べたのか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。白い歯か。結構あれなんだね、あの鼻に伝承は添えられてるんだね、今回はね。じゃあ降ります。矢倉の中を調べろってあったけど、お、あったあった。試合場だ。これを探しておったか。試合場か。じゃあ行きますかね。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのケダモノを倒してください。意外とケダモノは狼とかじゃなくて、あれ見た目だけの問題で人間だったかもしれないね、話的にはね。なんかそんな気がする。危ない、危ない、ごめんね馬さん。もう速攻で見捨てたからね。少し疲れたか。試合場はこっちかな。白い花か。違う気がし、いや合ってるか。白い花ね。おお、雷。今はここの葉を集めたのか。めちゃくちゃ綺麗だね。雷は鳴りっぱなしだね。人のうめき声だ。あ、通して通して。これは始末する順番考えないと大変だね。まず右側のあの変な人は、やめてくれ。これ以上は何も知らないんだ。ああなるほど、そういう感じか。さあ角度的には見えない。で、右側にいる正面がこれでやれると。あ、ダメだった。仕方ない。ね。あ、引いてない。もうやるしかない。で、いて、いて、
痛い。あれ？意外とそういう感じ？はい。マジで？あんだけ周りで騒いでたのに？そうか。あー、ちょっと待って。エイムアシスト。グヘイギリ射程が足りんっていうね。この二人はパターンだよね。で、まあこうだよね。さあ間合いを取って近づいてきたら切る。で、多分ない。これで片付きはした。もうやめてくれ、これ以上は何も知らないんだ。お土産だよん。おい。あー、手間取った。いやー、3回か4回ぐらいしたからな。犯人は猛虎を連れた男か。祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか。海岸か。祖父を。おお、雷がさっきから鳴ってるのはそういうことか。近い？あー、結構遠いね。さあ、影行くぞ。走れ。甲賀に得得させるわけにはいかぬ。おお、やば。すげえな。そんな雷落ちることある？これ雷って当たるのかな。あそこか。めっちゃ多くなってる。誰かが切り倒して渡ったようだ。ほう。じゃあ渡るしかないね。おお、びっくりした。動かなかったからどうしたのかと思った。この先か。まあどうせ区内は使えないだろうな。古賀が連れてきた猛虎だ。そんないるか。弓切れたか。じゃ、ちょっとお静かに。
物資ゲットして、こっちも物資ゲットして、ちょっとこの辺り、ネギオファシンタユウェテントウェイヒンインクファルウォーヤマルネギオファルウォーバカザリ呼ぶでない。なんでなんでこっち投げたのにそっち真ん中見るの、あっぶなネギオンファッシンタ。そう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 、サクッとね。ここは多分バレずに行けそう。で、君を一月と。まあ、これで大体始末したからな。鉄ハウ。そうそう、あとね、なんだかんだ言って、強化してないね。全然育ててないね。多分これだよね。一気打ち、二連三連するとだいぶ早いんだろうけど。スマッシュの移動速度は欲しいんだよ。何気にね。続けざまに敵を三人も切れば、活路が見出せよう。3人連続で倒せるのはありがたいからね。意外とこのゲーム3人まとまってることが多いからさ。あれ、これ古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。伝承は聞けないってことか。いつからあるのだろうな。ん？これは新しい。これだ、切り合ったってことか。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。おじ上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けろ。マジか、手に入れてたか。めっちゃ雷落ちるしな。自伝一戦は一体どういう技なんだろうね。居合なのか。なんか居合っぽい感じがするんだよな。危な、いい切りつけするじゃない。それは違う。この場で見極めておる。よっしゃ、そんなもんかい。掴めた。試練一戦。おお、かっちょいい。待て待て、あの雷落ちてくるの。燃え尽きたねー。あ、花。ちょっとね、ちょっと埋める前に、ちょっと。へえ、自然一線あんな感じなんだ。めっちゃ一瞬だったけど。じゃあ手を合わせましょう。いやー、
まさか得得した相手と戦うとは。ここで死すべき方ではなかった。確かにね、あの 見るだけでわかるってなかなかの技術能力よ。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。はい、お疲れさんです。まあまあまあ、いやー、陣雷だね、まさにね。あとちょい、技量があとちょい。これは、あー、刀すり。おー、すげえ、かっけえ。あー、雷神がしかも、催してあるんだね。あー、竜も好きなんだけど、あ、これいいねー。ちょっとこれにしますか。さあ、試練戦。気力を1消費すると、これだね。防御負荷か。避けた後に使うと。はいはいはい。なかなかだね。まあ、いい加減この辺りも手に入れないとね。防御負荷の攻撃を受けなす、流すことができる。猛虎兵だけに関してか。あ、武士同士はダメってことよね。ああ、今白くなってたけど、そういうことか。はあ。転がって回避する。そういえば全然手に入れてなかったね。はいはいはい。なるほど。さあ、これで一つクリアとまたね。新たなバグを入手可能と。ああ、バグか。登りはバグなんだね。だいたい場所は奪ったね。ちょっとここを最後行きたいかな。よし。あ、やっぱガードできるようになるんだ。ああ、それは欲しいな。なんかね、ギリギリ来てる感じがするんだけどね。これね、取っとこう。意外と攻撃系よりか僕はガードの方が好きなんで。じゃあ、ちょっとお辞儀だけ。おー、鼻が舞ったね。ああいうのがあるんだ。さて、ここから、こっちに行くと、向き的にはここ抜けないといけないからね。いや、でもほんとこのゲーム時間泥棒だからね、今こんな感じでやってるけど、収録とか何もしなかったらずっとやってるんで、ほんと止めどなくするからね。やっぱ攻撃してくる、避けれる避けれないも一部あるんだね。説明的に猛虎だけっていう感覚だったけど。さあ行こう。順調に行くといいな。鹿の群れ。さあ鼻毛っちゅの？なんかいた？違う。うお！怖い怖い怖い。痛い。痛い
ちょっと待ってくださいね。よし、どこだね、あれ、弓や、弓、いっ、危なにゃろう。てめえ、絶対許さん。さあ、自然一戦で決めて、無駄に使うとね、スタミナを。痛い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 、普通に痛い痛い痛い。弓で撃ってくるのが一番辛いね。よし、では向かおう。あそこもいるなあ。川熊の川。あ、川は大丈夫かな。まったく。ほい、よし、すまんな、気力くれ。意外とそうだね、意外とこのゲーム気力回復が希望になってくるから、気力系は確かにあるといいね。だってちょっとね、僕どっちかっていうとテクニック寄りが多いんで、矢を弾くのこの辺りも欲しいもんね。これね、受け流しとか成功すると手に入るんで。型もなんかあるかな。型は特にないか。走れ、走れ。あー、あそこだね。久しぶりになんか来たところだな。ん？待って、今ゴールデンバード。どね、なになになに、なんかある？どうしたどうした、ゴールデンバード。ほう。あ、歌は歌っとこう。せっかくだし、まあ、特になんかアイテムがもらえるだけなんだけど。はい、和歌を読むと。猛虎の襲来を思って、急に天気晴れるけどね。滝の糸静かなり、あなたかし、静かなり、かな、霧に包まれ。春にも、違うな、ただ終わりへと寄せてくるか。あとはこっちかな。静かなり、霧の巡りておぼろなり、ただ末までも予選塗装する。で、ちなみにこれって多分あんまり意味ないのよね。あの、好きな付け方をしたいだけっていうところだから、そこまでこだわらなくてもいいんだけど。おっ、ま、好きなようにやっちゃってっていう感じだろうね。正解とかあるのかな、あの和歌にはね。それだけちょっと気になってはいるんだけど、まあ、好きなように歌っちゃってだろうね、基本的にはね。あの配置はちょっとめんどくさそうですな。こんなん泳いでたら絶対バレると思うんだよね。よし、じゃあ本日最後の拠点取り行きますか。
上からね、上から。さあ、行き先到着。気力による回復をせずに敵を倒せ。7体か。あ、隊長いたね。回復しなければいいんでしょう？要は。矢がないのか。ああ、爆風が起きるんだね。それ困るな。私は矢が欲しい。矢が。そうか。ってなると。いけるか。えい、一人かっちょいい。じゃ、いてて、気力回復はせずにね。何もいません、何もいません。さて、これで2人目。いや、さっきのジャンプで切りつけれるのはめちゃくちゃありがたいな。いや、ありがとう。矢を2つ。お、マジで？これの、これで観察できるの？ありがたいね。よし。ってことは、ここの隊長を倒せば、いけるね。あ、だよね。やっぱみんなが読んだ和歌見たいよね。どういう風につけるのか。僕、比較的悲しげにつけるんで。あ、いるいる。よし、よしよしよし。あと3人。あ、これはバレる。そうです、侍がいるんです。もう体調は見極めてるからね、気にしなくていいとして。3人。誰もいませんよ、何もいませんよ。今回復したらダメだからね。いや、よし。おお、危ないな。よし、来ないゲッチュ。危ない、隊長来たー。あ、いや、もう倒していいのかな。いったい。よし、試練一戦。いやー、とことん卑怯やね。起き上がりでビビってるところを切るっていうね。いやー、ひどいわ。で、合併に有効なのよね。月の方。蹴り、あー、波合か。面白いね。回転、ああ、回転剣舞か。いやー、もう、よう憂いて憂いて、こうなってるっていうね。さあ、吸わせてもらおう。ふぅ。1?2? ああ、そういう感じか。1、2? 感じか。長押しで、
回転剣舞。個人的に水の型が好きかな。ガード崩しができるっていうのが個人的に。連撃早いのよね。一番三角ボタンのね、溜めてからが。そのスパルタンキックのことで言うと、あの数の方がいいけどね、これ成功できるとめっちゃ吹っ飛んでいくからさ、この当たり方はあれだね、人の性格でそうだよね。さあ、もうこの品ゲット、物資もゲットして、よし、これで、あー、ちょっと待った。まだこっち終わってなかったか。ちょっと待った。今日ね、サブクエというか、ある程度終わらせておきたいのがあって、領地は。まさこ様と、浪人。これはまた多分次回できるから。あー、行くか。行く。やるか。意外とやるか。いやー、死んだふり戦法おすすめですよ。試練一戦でなおさらいいね。もう卑怯と言われようが、もう褒め言葉やからね、基本的に。少し疲れた。いやー、鉄の石は多分回復に入りそうですよね。気力回復になりそうなんで、まあ、やっぱ月の方は豪兵向きなんだね。結構大事だと思うよ。この向きで OK と。お、なんだかんだついたね。あれ、意外と早かったね、つくのね。さあ、高尾折から出せ、敵陣の隊長を倒せ、登り旗を取り戻せ、よろめき状態からの敵を倒せ、区内だね。ちなみに、3本。ああ、結構。あれだね、ここは視界がマジで悪いね。よし、2人やっぱ区内強いね。さあ、2人始末して、で上は倒しておきたいけど、先にあそこの2人かな。絶対バレてると思うんだけど、あー、連殺でもいけたね。よし、さあ開けちゃいましょう。あー、物資はなしね。あ、いいのあるじゃん。さあ、区内2本。上先に押さえるか。敵って聞こえたね。よし、オッケー。強えな、やっぱ区内最高。気分がいいんだよね、気持ちがいいんだよね、何よりね。いやー、いいね。じゃあ逃がしてあげて、
さああと1話ああ結構力が入ってる感じが少し重めというかハーブねー反射神経だけでどうにかしたって感じだな。危ない危ねえな。さあ物資ゲット。もういないかな。こんなもんかな。じゃあ次は下だね。あったあった物資ゲット。上りを取り返せか。入り口をちょっと始末しておくか。今のは鉄。意外とさ物資といってもあの鉄がね。見られたか。そう、お前は何も見ていない。さて、あ、上あるね。よし、矢の回収成功。ちなみにここは取ってたか。よしよしよし。物資取って。区内ゲッチュして、いや飛んでやってみたいけどちょっとリスクがでかいな。もう一回同じことをするって考えるとちょっと。さあ行き先到着。こっちだね。なんだろうね、ギリギリ体調に負けてもう一回一からするっていうのが結構ねこのゲーム大変なんで、慎重になりたいところではなり、ずっと慎重でやってたいなっていうね。これはどう行くのが正解だ。さらば。あっち釣りしてんだよな。いるねー。いたいたいた。印刷で2人持っていきたいね。すまんな。よし。で、ボスがいると。あ、いいとこ登れるね。よし。おー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 おいおいおい。ボールのところにめっちゃ当たる。すまんな。あ
まあ、いくらなんでもそうだよね。隊長を仕留めるか。おいおい、終わり。ありがとう。あっけなかったね隊長。もうこんなもんよね。いやー、ゴーはちょっと攻撃力高めかな、なんかやった感じは。下、あー、そっちいるね。おー、なかなかいい感じ。火力が高いのは結構好きだね。はい、終わり。はい、終わり。ほんとね、侍の戦い方ではないね。次は行っていにゃる。よし、あとはもう終わり。あら、もう終わりっぽい感じがするね。なんだ、なんだ、せっかくやる気満々できたのに。いいね、サクサクプレイはいいね。あ、はいはいはい、あれがあるってことはそういうことか。いやー、鉄やっぱ大変ですよね。レア素材は意外とサブクエストしっかりしてると手に入るもんね。やりながら思ったけど、鉄はほんと歩き回らないと手に入らないんで、強化する順番はめちゃくちゃ考えますね。お、中か。だからね、できるだけこう揃えれる武器は全部取ってから、技量の関係もあるんで、そっから強化していきたいっていうのはすごくあるな。いやー、でも、いやー、いい感じ、いい感じで進んだね。大体こういう系のミッション失敗するからさ。まあでも多分最初にボス戦っていうか一騎打ちのやつしてたから、ものすごく対戦が楽だね。クナイ使えないからね、一騎打ちの時は。さあ、これで OK かな。火薬だるどこだ。あー、船の先端か。もうやりたい放題切ったからね。いやー、でもなんだかんだやっぱ鈴強いね。
連殺ができるようになるとなお強いのかな。よし逃げよう。危な鉄。はあ。あ、燃やすのね、ちゃんとね。あれってことは、これさ、下手したら船なくなる？もしかして。おー、噂が広まりましたね。影の侍。いいね。鎧がかっこいいんだよな、これの。まあでもそれだけ技量も手に入れたってことか。お、技量も獲得。めっちゃ安らんでるな。安らがやね。いやー、馬あったかいからいいやろうね。お、新たな暗具。煙玉、鳥ぼっち。暗殺で行くなら意外と煙玉の方が良かったりするのよね。鳥ぼっち。あ、R1 になるのか。まあ、鳥持ちが強力になるんだったらこっちでもいいかな。火薬を詰めた袋に松ヤニを塗れば敵の体にひっつく。松ヤニはひっつくからね。あ、ダメージを受けない。これ、ええね。危険予知。でね、ちょっとね、いろいろ今取ってるんだけど、そのまだね、いろいろと多分、まあ、刀のやつにしてもとかね、結構まだ解放されてないものとかあったりするんで、クロードに関してはね、このあたりのこと考えるとっていうことなんだよね。あとクロードで一騎打ちが入ってるっていうのがね、何とも言えないところなんだけど、まあただ強制的にボスと戦うってこと考えたら確かに強いね。あー、で、これを L ボタンを押すとってことだね。試しに。あら、敵じゃないと使えないか。いやー、まあまあまあ、これで完了と。いやー、サクサクだねー。マジで気持ちいい。最後、強化でもしますか。そうなのよ。あの、三重さんは言ってるけど、あの、クロードカテゴリーに入るっていうのがさ、なんともね。あ、お帰りなさい。さあ、まずは、半球、中弓。意外とね、こ、あ、一回強化しとくか。長尾忠頼様も羨む弓です。では。さあね、一旦強化して、あとは、刀も強化したいんだけど、ここだったっけ？鎧。あー、そうだ、お土産お土産。さあ、何がもらえるかな？野党の口あって。そうか、野党になり下がったか。でね、意外と、その、なんだろう、ストーリー見るときに、ジンの顔を見たいんで、表情を。まさか素手でか。
もう許してください。だから何かとね、あったタチの切れ味を鮮やかにいたしましょう。こっちは鉄40か。まあ金はまだあるからいいとして、鉄すら切れるでしょう。酒井様、鉄すら切れるでしょうね。ゾロやん。そうやね、ゾロやね。鉄でも切れるってなると、あ、やっぱ鉄足りないね。まあまあでもだいぶ強くなってきたな。その太刀が飛ぶ。で、鎧を。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。矢が 50% 上昇するんだよね。まあ一回強化しておこう。お体の傷も減りましょう。あー、さらにいけるね。皮が意外と10か。あー、もうこの刃は通しません。そうだ、物資500使ったね。まあ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 、しゃあない。大盤振る舞いや。ん？上やね。上なんかあるね。あー、どうしようかな。あー、あー、いかん。弓はいいや。後でいいや。それがもうこの過ち。ちょっと待ってね。鳥さんが気になる。どこ？ちょっと鳥さん。どうせ配信終わった後探し、一緒に探し行ってしまうんだから。もうここまで。やろう。よし、登った。さらに。このね、延長癖がね。ライブでやるこの延長癖がね、どうしても治らんからね。あ、です。あの天狗は序盤ちゃんと倒しました。ちょうどさやさんが抜けて、その後にしっかり倒しましたね。いやー、鉄を切れる刀になったらしいんでね。あれ？てか、こんなの被ってたっけ？あ、もしかしてと思ったら、あー、ただよりの。へー、防御強化すると衣装が手に入るわけか。いや、それやったらこっちの方がいいんだけどな。なるほどねー。まあ、勝手に装備されているのはちょっとあれだけど、まあ一回回復というか温泉入って体力ゲージ増やして終わりましょうか。いやー、こっちとしてはね、あの一緒にプレイをしてる人と話できるのはすごく楽しいね。さあ、次の春、武士の重荷。武士の重荷だね。武士の道もこれだけ心地よいものなれば良いのだがな。いやー、体力増えた。いやー、意外とね、ゴーストオブツシマやってる人っていうかいるんだけど、その内容がね、やっぱとっつきにくいところもあるらしいんで、なかなか難しいらしいのね。おー、すげー、めっちゃ綺麗。いや、いいねー。結構写真も細かくっていう人もいるらしいね、撮るときはね。風の強さ、風向き、雲の位置とかできるらしいんで、いや、いいよねー。まあまあまあ、今回はここまでとしましょうか。わかる、ついつい打ちすぎてしまうのよね。で、物資切れた、やべえみたいな。まあでも、まあ鉄が揃わない限りは刀はどうしても強くならないから、まあ今の段階でだいぶ刀強いんで、さらにちょっと強化しつつ、次回はそうだね、多分次回ライブじゃなくて多分撮影になるんだけど、
この2つを一気に進めちゃいますか。で、多分それが終わるとそろそろ金田家に、いけるんじゃないかなと思うんでね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、だいたい2時間ちょっとぐらいだけど、まあね、最初声入ってなかったんで、まあまあカットしたりくっつけて頑張ってやろうかなと思います。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さん、視聴の方、おつれと様です。そうですね、また次回ライブ配信やっていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。まあ、せっかくなんで、このゲームも景色綺麗なゲームなんでね、単純に対馬を楽しむっていうだけでもかなりいいんじゃないかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。